こんにちは。24時間営業ということで、マスターずっとここに24時間立ってんのかな？睡眠とってる？ちゃんと。そういうのローソンに相談した方がいいよ。あ、やばいな。なんか私すごいやばい格好できちゃった。やばい。めちゃくちゃ似つかわしくない。めっちゃそぐわない格好できちゃった。ごめんなさいね、マスター。こんにちは。かわいい。いらっしゃいませ。ご注文はカウンター席でお願いします。あ、一人で来た時はカウンターなんだっけ？こっち座れないんだっけ？まだ来るの2回目ぐらいなんだけど。そちらは予約席となっております。そっかそっか。こっちは複数人専用なのね。とりあえず1回1人で座るじゃん。でもほんとひどい格好できちゃった私。コーヒー200ベルですけど。じゃあお願いします。お願いします。かわいい。もうじっくり見ちゃう、こういうの。目の前で入れてくれるの嬉しいよね。ありがとう。その羽でちょっと押すのかわいいんだけど。冷めないうちに入れたてをどうぞ。いただきます。ちょっと冷ますとこあったな、今。行動パターンあるんだな、いろいろ。はぁうるさいよね。この酸味とフルーティーな香り、もう最高と、心の中で言いました。喫茶店じゃね、あんまうるさくしたくないからね。ありがとうございました。なんかさ、ちょっと冷ますっていうのも見てみたい。このちょっと冷ますってどういう感じなんだろう。またできる。ちょっと冷ます。熱々のコーヒーを、2杯も一気飲みってただもんじゃないよね。もうちょっと冷ます。猫舌なので。あ、かわいい。コーヒーが冷めてしまいますよ。まだ冷ます。なんかマスターがかわいそうになってくる。まあでも飲むタイミングは自由だからな。お客さんの。まだ冷ます。あ、これ、無限ループかな。あー、これ無限ループだな。しょうがない。いただきます。ごめんね、マスター。早く飲んでって顔してるから。美味しい。冷めてるけど美味しい。あ、コメント変わってる。ぬるくても美味しい！さすがマスターと、心の中で思いました。ありがとう、マスター。この喫茶店では静かにしたいんだよね。コーヒーの飲みすぎにはお気をつけて。ありがとう。カフェイン中毒になっちゃうからね。かわいい。じゃあ今日はアミーボカードである人を呼んでみましょう。こちらアミーボ取り次ぎセンターです。動物の森シリーズのアミーボを使ってどなたかお呼び出しを希望ですか？呼びたい。あ、私これ初めてやるかもしんない。誰呼ぼうかな？ナッティーを。読んでみたいと思います。ナッティーね。ナッティー、のり巻きに次ぐ私の推しキャラになりそうだからね。ナッティーっていうのは最近アップデで初めてやってきた、ふっくらとした店員さんですね。店員さんっていうかスタッフかな？お願いします。すげえ可愛いんだよ。ただいま確認しております。この音初めて聞いた。なんかちょっと地震速報みたいで怖いな。お待たせしました。ナッティーさんお呼びしました。おーなお、お連れ様もご一緒にお見えになるそうです。はい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 。お連れ様がいんの？待って、ナッティーたちなんだけど。優しいナッティー。たちなんだけど。なんで？こっち側座ればいいのに。ナッティーを呼んだのに、ナッティーたちなんだけど。優しいな、ナッティー。レディーファーストかな？かわいい。すごいね。ナッティ呼ぶと、匠ライフのスタッフ勢揃いなんだ。寡黙な人って感じ。落ち着く香り。かわいい。ちっちゃい帽子かぶってんの超かわいいな。待って、この猿なんて名前だっけ？ニコだ。ニコニコ。よ、マシコ。おいらも一緒に来たぜ。あれだ、匠ライフの手前の橋の横にいる子だ。今まで作ったお家に連れてってくれる猿だ。猿とか言っちゃいかんの。ニコちゃんね。
うまいコーヒーも飲みに来れたし、戻ったらまた仕事頑張るぞ。そう、なんかすんごい仕事好きなんだよね、この子ら。マシコはいいところに住んでるんだな。別にここに住んでるわけじゃないよ。わかるでしょ、ここは喫茶店だからね。どっちかっつうとマスターのお家だから。あ、島の話か。こんだけうまいコーヒーなら毎日でも飲みに通いたいくらいだよ。でも大変だよね。匠ライフのある島から一旦うちの島を経由してここに来なきゃいけないもんね。大変だよね。匠さんだ。匠さん、こんにちは。やっほーマシコちゃん、私も来ちゃった。ありがとう来てくれて。尻尾あったんだね、匠さん。こんなに美味しいコーヒーが飲めて、わざわざここまで来てよかったわ。いや、本当だよね。離島からありがとうね、わざわざ。大変だったでしょ。船酔いとかしてない？ナッティとか結構船酔いしてもわからなそうな見た目してるけど。たぬきちさんやしずえさんのところにもご挨拶に寄りたいわね。あー、やっぱたぬきちの手は回ってるよな、そりゃ。そりゃそうだよな。オフの時はしっかり休んで、次の仕事に備えてちょうだいね。もうこの人も仕事の話する。あ、ナッティかわいい。ナッティかわいい。何考えてんの、その顔。くっそかわいいんだけど。待って、その顔超かわいいんだけど。かわいい。でかい。でかい。かわいい。でけえ。仕事の時間外にこのメンバーで集まってるのは新鮮だよな。確かにね。この3人は仕事の外でも仲いいのかな。仕事の関係だけじゃないのかな。こうやって集まっているとなんだか事務所にいるみたいね。ごめんね、なんか飲み会みたいな感じになっちゃった。なんかあんまり気持ち休まらないみたいな。いやでもさ、事務所にいるみたいねって聞いて、私はなんかちょっとマイナスイメージ持っちゃうけど、仕事が楽しかったらね、うん、安心するっていう意味にも捉えられるからね。そうだよね。楽しいよね、きっとね。ナッティ。ナッティ、もうちょっとなんかないかな。かわいい。美味しい。よかったよかった。じゃあこうやって見ると、ナッティだけ紙コップなのも気になるな。なんかすごいいろいろ気になってきちゃうな。いいお店。落ち着く香り。3パターンぐらいかな。あ、レアパターン来たよ。なんて、私のさくらんぼスムージー見て。じゃじゃーん。近っ。ちけえちけえ。SCP みたいな。かわいい。これ生まれた場所かな。この鳩の巣の、こっちは関係ないな。鳩の巣の絵画なんだけど、生まれた場所だろこれ。